県内では今日新型コロナウイルスの感染者が新たに412人発表されました。今日発表された感染者の内訳は、新潟市で174人、上越市で49人、長岡市で47人などとなっています。いずれも軽症・無症状です。まん延防止等重点措置が解除されたこの3日間、いずれも新規感染者は 前の週の同じ曜日と比べても大きく変わっていません県は引き続き感染対策に努めてほしいと呼びかけています